こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、怪しい魅力のあるイラストですよね。千治清さんの作品でタイトルはありませんでした。2年ほど前のイラストを描き直しました。前よりは上手くなりましたが、もっと上達したいので添削してくださいとのことです。はい、2年前のイラストを描き直して上達を実感したということで、結構ね、そういうリメイクみたいなやり方、僕もたまにやることがあるんですが、自分の実力がねアップしていることを視覚的に確認できるので元気が出ますよね。それに千治清さんのイラスト、とても雰囲気があっていい感じだと思います。素晴らしいです。はい、でですね、今回どこを添削していくかなんですが、一言で言うと、もっと大げさに表現してみようってことです。千治さんのイラスト、確かに雰囲気はあるんですが、逆に言うとですね、そこから一歩踏み越えてガッと人に衝撃を与えるようなインパクトがちょっと足りない感じがするんですね。なんとなく不完全燃焼のような、そんな印象があります。そこを飛び越えてさらにもう一歩成長するにはどうすればいいのか、それがもっと大げさにやってみるっていうことが大事だということです。結構ね、絵は上達したいんだけどなんかインパクトが足りないなって思う人結構多いと思うんです。そういう人は今回の添削を見ていただくことで、もう一歩先の表現を目指すときに何を意識すればいいのか知っていただけると思いますよ。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、もっと大げさにやった方がいいと思った最初のポイントはポーズです。このイラスト、素体を描くとこう横顔があってね、で目の傾きがあって、首がちょっと曲がっていて、で背中にこう反った動きになっていると思うんですが、和服を着ているっていうことも相まって、あんまり動きが分かりづらい感じになっちゃってるんですよね。はい、この素体を外すとちょっとね、こうまっすぐに立っているようにも見えちゃいますよね。動きって視覚的に分からないとあんまり意味がないので、もっと大げさにこんな感じに思い切って反らせてあげたいわけです。やってみます。はい、もうね、このぐらい思い切って反ったポーズにした方がさらに雰囲気が出ると思います。あ、それとですね、人物がこじんまり画面に収まっちゃってると、これもまた印象が弱いですから、できるだけ拡大しましょう。これはいつも言ってることですね。はい、もうね、このぐらい大きくしちゃっていいです。画面に大きく配置するのって、まあ、言葉にすると結構簡単に聞こえるんですけど、実際自分の絵を描いてみると思ったよりも難しいことだと気づくと思います。これなんで難しいのかっていうと、体のこの部分まで構図に収めたいなと思って描いた時に、小さく描けばね、難なく収めることができるんですが、大きく描けば大きく描くほど想定外に、例えば手が収まんなかったり、あとは足が収まんなかったり、画面に入れるのが難しくなるじゃないですか。だからみんなついつい小さく描きがちなんです。でもデジタルでは後で簡単に拡大もできますから、一旦描いたイラストを冷静に見てみて、もっと大きくできるのかなって思ったら、ぜひ積極的に拡大してみてください。それだけで1段階インパクトがアップしますよ。さあ、目も調整していきましょう。はい、目はですね、横を見ているので横向きの形に直した方がいいです。添削前はちょっと正面を見ているような形にもなっていたので、なんかね、違和感がありました。あとですね、この奥の目、ここもね、描いてあげるといいですね。やってみます。はい、奥の目をね、描いてあげた方がさらに印象が強まりますね。それとですね、このイラスト、雰囲気としてはちょっと怖いイラストだと思うんですよね。ほら、結構ね、口がおどろおどろしく描かれていますよね。こんな風にね、ちょっとこう妖怪チックに描かれているので、もう少しこの猫娘の怖い雰囲気を強調したいです。なので目もですね、もう少し怖い演出にしてみましょう。やってみます。はい、単純なことですが、目を影に沈めるとキャラクターって怖く見えます。でさらに妖怪っぽさを追加するために、少し黒目は光らせて、もっと怖い感じにしてみましょう。
はい、こんな感じ。まあ、ちょっとね細かいですけども、光彩の部分に赤に対しての緑とか補色をちょっと入れてあげるとさらにインパクトが増しますね。影の中から目を光らせてシャーってね、獲物を狙っている猫の目線が表現できたのではないでしょうか。あとはまつげもですね、少し強調して目力を強めてみましょう。はい、まつげかなりねバシバシに描いたんですが、まつげってね描きすぎるとちょっと怖くなるじゃないですか。ケバケバしいっていうかね。で、可愛い女の子を描く場合にはバランスをとって少し控えめにした方がいい場合が多いんですが、今回はそれを逆手にとってあえてまつげをバシバシに描くことによって目力めちゃめちゃ強い獲物を狙っているような強烈な目線を描き表せると思ってこうしました。あえて、はい、場合によってはね使い分けてみてくださいね。あとは口周り、特にですねこの歯でしょうか、調整してみます。はい、歯なんですが、猫の歯って前歯のところを見るとこう犬歯が2本こう生えていて、でその間に門歯が生えてるじゃないですか。でここら辺がね前臼歯って言うんですけど、検索前は犬歯門歯の区別がちょっと分かりづらかったので、その辺りの構造も意識して描いた方が猫っぽく見えるかもしれません。まあえてね構造を無視してガチャガチャに描くことでさらにモンスターっぽく見せるという演出もありますが、この場合にはね区別して描いてあげた方が良いバランスになりそうだと思いました。ただねそうするとちょっとおとなしくなりすぎるなっていう時にはよだれとかを描いてあげると凶暴さが増して良いです。こうでしょうか。はい、こんな感じです。結構ねよだれをかくだけで迫力ってアップするんですよね。不思議ですよね。 あとですねこれですね。はい、鼻の穴、ま、女の子を描く場合には省略することが多いんですが、このイラストの場合には描いた方が迫力がアップする感じがします。はい、顔の中身を直してきたのでちょっと輪郭が気になる部分がありますね。輪郭を修正します。はい、ポイントとしてはこの横髪でしょうか。こういう獣人を描く場合には人間の耳がここに横にね生えていない場合、それを横髪で隠す必要があるんですが、まあ、あんまり横髪を後ろの方に描いてしまうとこの部分のスペースが空いちゃってちょっと不自然に見える時があります。なんか間延びしちゃったなって思ったら横髪の位置のせいなので、横髪を前に持ってきてこのスペースを隠しちゃってください。あと髪の毛が平面的に見えるのも少し調整しますね。はい、髪の毛はですね黒と赤のラインで髪の毛の流れが描かれているんですが、全体をこれで描いちゃうとちょっと平面的になりすぎる場合があります。そんな時は上半分は今のまま、影になる部分はコントラストを抑えて暗く描いてあげることで上の面と下の面の描き分けができて立体感を表現することができます。光が当たっている部分はもう少し明るくしてより立体感を強調してみましょうか。やってみます。はい、こんな感じですね。この耳のところにも毛並みを表す黒いラインをちょっと入れてもよりバサバサ感が出て良いかもしれません。あとね細かいですけれども、この奥の耳を描いてあげることでも頭の奥行きが分かりやすくなりますね。あとはさらに迫力を出したい場合、髪の毛でも演出することができます。こうです。
はい、髪の乱れを表す遅れ毛、これを何本か書き足してあげましょう。これもね、可愛い女の子にはあまりやると髪が乱れすぎみたいになるんですが、今回は荒ぶった妖怪猫娘なので、いつもより遅れ毛の本数をアップしても迫力が生まれると思います。あとはここはちょっとお好みでっていうことになるんですが、こういうことをしちゃっても僕的には OK だと思います。はい、血管をねちょっと浮かせちゃう、まあ、これねあんまりやりすぎると怖いっていうよりかは気持ち悪いに振り切れちゃうので、まあ、加減が必要ではあるんですが、より大げさに表現した方が絵を通して猫娘が威嚇している迫力がビシビシ伝わってくる演出になると思うので、この絵に関してはね、普段やらないこういう行き過ぎた表現も取り入れてみると効果的です。で、背景についてなんですが、まあ、背景はねそこまで言うことはありません。これね、金魚が書いてあるんですが、猫の獲物としての金魚がここに書かれることによって、これ比喩表現なんですよね。この猫娘にとって僕ら全員金魚みたいな存在、単なる獲物みたいな存在っていう風に見えてくるので、これはね人間の例えなんだと思います。でそこまではいいんですが、このね最初にあった背景に映っているこの影があんまり良くないですね。猫娘の形をそっくりそのまま乗っけただけみたいになってるので、ダブルミーニング、あってもなくてもいい感じになっちゃってます。それを避けるためにこうしちゃうのもありですね。はい、割とありきたりな表現ではあるんですが、それだけに一発で見ている人に伝わるので効果的な表現でもあります。手前にいるのは人なのに奥には化け猫の影が映っている、これによって、あ、こいつの正体は本当は化け猫なんだ、猫が化けて人型になっているんだっていうことが表現できるので、これはね便利なやり方ですね。はい、こんな感じ、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。各所大げさに表現することによってかなりね迫力が増して怖い感じが伝わってくるようになったのがお分かりいただけると思います。いかがでしょう。はい、今回はですね、雰囲気や迫力を伝えるために大げさに表現する必要があるよということを添削を通してお伝えしてきました。特にねポージングの入り方、最初からね背中を反ったようなポーズでは書かれていましたが、ちょっと意識しただけでは見ている人には伝わりません。それを分かりやすくするためにかなり大げさに反ってあげる必要があります。そして表情や目の演出からもね、怖くしたいならもっと怖くなるように過剰で大げさに怖さを演出してあげてください。はい、こんな感じですね。それと今回は全体的に黒が多くて暗い感じの絵でしたが、暗い絵ってね結構見えづらくなってしまって描くのが難しい時があります。そんな時にはこうすると見えやすく見栄えよく仕上げることができるよというポイントをお伝えした動画、気まぐれ添削131もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。